キスキルデザイナーのセナナンに来てもらってます。はい、キュンキュンセナナンです。ちょっと風がやばい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 。セナナン今日すごいピンクピンクのコーデなんだけど、セナナンのデザインしてるブランドのことをちょっと聞いてもいいですか？はい、キスキルはキスで殺せっていう意味があって、でファッションで人の心も殺せるように一気におしゃれになれる、このキスキルの服を着ただけでおしゃれになれるっていうブランドになってます。ちなみに今日の一番のメインのアイテムは？一番メインは、今日はこの T シャツ、 T シャツ透けて見えるこのうんちの絵文字の、絵文字の T シャツです。かわいい。ですね、これは結構わざともう解像度をめちゃくちゃにしてあって、結構ビリビリ拡大したようなデジタルなデザインになってます。ゲームのキャラクターな感じだね。そうです、でキスキルと書いてあります。ニーハイは、この本物の綿飴、毒々しい綿飴の写真を使って、ここにかかとに十字架が来て、羽が来て、でパンプスのこの甲にハート、ハートが来るっていう、このちょっと覗いてる感じがすごい可愛い。そう、こういうなんて言うんだろう、夏履いて可愛いをちょっと意識してデザインしました。セナナンといえばこのマスクがやっぱりトレードマークだと思うんだけど、このマスクもやっぱりセナナンデザインのやつなんだよね。あ、これはキスキルとエヴァちゃん、台湾の大人気ブロガーモデルのエヴァちゃんのデザインになってます、エヴァちゃんが直筆で書いてくれて、台湾からのデータを送ってくださって、それそのままプリントしました。なんかここに猫がいるのが、そうです、今気づいた。猫がいます。ピンクと水色でエヴァちゃんの髪の毛のような色になってます。なるほど。こういう可愛いマスクってなかなかね売ってないから、そうすごいよね。今日なんだろう、メイクがうまくいかないって時はね、このマスクをつけると結構なんだろう、自分のごまかしになります。以上、キスキルのセナナンでした。私たちのお洋服は概要欄に貼ってあるリンクからチェックできるので、よろしくお願いします。チャンネル登録も一緒にお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。